ちは。こんにちは、豊さん。今日は豊さんに緊急にお越しいただきました。なんだよ。最近豊さん、はい、初心を忘れていないかなと、まあ、ちょっとスタッフとさっき話していたんですけれども、うん、初心、まあ、忘れてないよな。やっぱ辛い時代あったよ。YouTube でもいろんな企画されてましたね。そう、皆さんはひょうひょうやってるけど、はい、最初って何やっていいか分かんないからね。何やりました？それはお前ラジコンカーでタッチアップ競争したりだとか、はい、わけのわからん企画、まあそれが YouTube なのかなと思ってたけど、まあ、いわゆる YouTube かなと思って、まあ、やらされてた感はあったんですね。まあもちろんね。それ拒否するってことはしなかったんですね。いや、わかんないもん、 YouTube の世界って、ね、で、それと視聴者が YouTube に対して何を求めてるかって、うん、今わかったことは真面目な野球そうでしょ。いやだから渋谷行って高校球児を見つけるまで帰れませんとかさ、うん、あれ何時間やったんですか？いや結構3、4時間いたんじゃないの。もっといたかな。で最後はおばあちゃんに道聞かれるというね。そうです。仕込んでもないのに道聞かれたって。そうですね。とか、はい、あと何やりました？いろいろやったな。いろいろやった、うん、でいろいろやりながら、まあ、今のこの結局は野球だっていうところにたどり着いた。まあ、たどり着くのは早かったけど、まあ、たどり着けてよかった、気づいてよかったですけど、まあまあね、ただ、いつもここに座って、ね、まあ、そうだ、いろんな話をして、やる巨人おじさんなの。ちょっと待って、やりたいんだよ、いろいろ言って。いやだけど、ね、コロナの関係で、うん、もう怖い、ギリギリじゃない、うん、ね、うんうん、そうだ。本当にコロナなのかは分かりません、豊さんが外に出ないのは。まあね、ここに座って、うん、巨人やれ、巨人の話題ばっかしてる。ね、いやそう、お前がなんか俺の足引っ張ってどうすんの。いや、巷じゃ、まあ、巨人おじさんと言われて。いいじゃない、巨人おじさんで、まあ、やれ、阪神の話をして、まあ、阪神でもいいじゃん、ね、やれ、佐藤輝明選手の話だとか、坂本おじさん、ね、坂本おじさんとか、そこ忘れんのよ。そうですよね。ただ、はあ、佐藤選手を出してる場合、回るからも話してんじゃないのとかコメントに書かれたりとか。いや、回るっていうのはそれだけみんなが興味があるっていうことじゃん。確かに注目をね。それは皆さんのかゆいところに手が届いてるっていう証拠じゃない、うん、でもさ、冷たいよお前、うん、教えて豊さん、クソも回らないなんやねん、教えていらんのかいみたいな。そうですね、真面目に1対1回みたいな。本当ですよね、うん、というわけで豊さん、初心にちょっと戻りましょうということで。どういうふうな戻る？探偵豊かナイトスクープ、どっかで聞いたことありますね。あるな。探偵豊かナイトスクープ、これね、西田敏行さんが MC やられたんだよね、はい、以前はそうです。今松本で、今まっちゃんに、まっちゃんに変わったけどね、はい、いろいろ視聴者の方から、はい、もう本当素朴な疑問、うん、本当になんかくだらない疑問とか、そういうものを募集して、それに探偵が本当にそうなのか、もう身をもってね、実証検証して。それはさ、野球に特化してほしいよな。俺がさ、エンタメみたいなことやったってつまんないんだよ。分からない、それは分からないです、豊さん。今ね、YouTube の野球界のパイオニアと言われて、今ここまで地位来ました。もしかするともう一回原点戻ったら回るかもしれない。回るかもしれない。まあ、いやいや、なんかものすごく苦しそうに言うけどさ、回るかもしれない。まあまあ、そうかもな。ということでね、初代野球元 OB の TikToker 回らなかったっけ。なんか、いや、回らなかったって動画上げてないよ。お前が頭叩いて終わりやないあと、鬼滅の刃の衣装を着てね、あれも何だったんだろうと思うよな。あの時のスタッフはいなくなりましたけど、いや、はい、なんて言うんだろう、俺が考えてるのをさ、はい、ちょっと考えてるのは、博物館かなんか行って、こう野球のね、うん、特化した1試合があるんだよ、はい、やっぱり、うん、まあ、例えば有名なところで 10.8 とかさ、はいはい、で、近鉄とロッテがダブルヘッダーで引き分けて優勝が近鉄がなくなった試合だとか、はい、そういうのをこう1試合を特化して昔を紐解くということで解説をしたりとか、そういうネタもちょっと考えてるわけ。クソ面白くない絶対俺は回ると思う弱い。そうか、やっぱり豊さんには、例えばですよ、ポルシェとスーパーカートリオ、どっちが速いんだ、盗塁対決やってませんよね、まだポルシェとは。やってるわけないでしょ。スーパーカーですよ、言われてたのは。まあ確かに。じゃあ本当にスーパーカーだったのかって話ですよ。いや、メンテに時間がかかるぞお前、これからお前、ね、でも初動は分かりません。初動だって向こう吹かしてから行くんですもん。いや、ちょっとエンジンかけてからにして、エンジン止まった状態ですよ。だって俺らもエンジン止まってる状態だから。そうですよね、走るって。そうだ、走ってきてるわけじゃないから、助走つけてるわけじゃない。そうですよね。なので本当にスーパーカーなのか、例えばポルシェと対戦、
ポルシェがダメだったら、じゃあゲレンデだったら大丈夫だろうとか、ゲレンデもダメだったら、じゃあなんかセグウェイでもいいだろうとか、セグウェイバカにしてんのスケボーだったらいいでしょとか、そういう対決こ, これに、いや負けるかもわかんないな、俺が走ってる状態が今こんな状態だお前、俺だってこれでもね、たまに歩いたりとか、はい、まあちょっとあそこの電信柱まで走ってみようかなとかされてる、やってんだよ、やってるけどめちゃくちゃ遅いと思うよいや、それ遅いと言ってもでしょ、違う、風が追い抜いてる、うん、どういうことですか、風を普通切るだろ、いや切りますね、なんか追い抜いていかれてる感じがするんだよ、大丈夫ですか、いやそれと、はい、ね、アスリートみたいにこう今こう一生懸命歩いてるんだよ、はい、ね、そしたら、うん、なんか会社帰りのサラリーマン抜かれていくんだよ、え、ちょっと待って、俺早歩きしてるつもりなんだけど、またそんなやつがお前勝てるか、またそんな謙遜しちゃっていいんです、そんな謙遜はいらない、やっぱスーパーカーですから、な、元スーパーカーですから、やっぱ普通の人たちとはちょっとやっぱ違いますから、走れないって言ってもやっぱ、まあ、確かに、うん、ね、まあ、ドライバーだとか当たったらめっちゃ飛ぶよですよね、うん、ほらやっぱね持ってるものが違うんですよ、いやだけど、うん、切れる肉が初めて聞きました、筋が切れるっていうのは聞いたことないですよ、肉が切れる、肉が切れるって何ですか、切れる切れる、パサ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 、もうパサパサなんですか、ボヨンボヨンしてるけどパサパサ内容と、いいんです、謙遜しなくてと言って実は脱いだらすごいものを持ってるっていうのは、ボーンってなる割れてるんじゃないんですね、落ちてる、垂れてる、垂れてるなど、例えば皆さんが、あ、じゃあ豊さんセグウェイ対決してほしい、いや、やっぱりスーパーカー、本当にスーパーカーだ、いやいや競争系もいいけど、うん、他にも、うん、まあ、もちろん、あ、もちろんです、いいでしょ、じゃあ逆帰れま店っていうのはどうですか、なんか例えばよくお寿司屋さんとかね、回転寿司のスシローさんとか行ったり、かっぱ寿司さん行って、そこの人気メニュー1位から10位までを当てたら帰れる、ちょっと待って、はい、あのね、うん、そういうのは俺に求められてないから、うん、動画で、バカ、いやいや絶対求められてない、これね、うん、クソもあんないと思うよ言っとくけど、もうだって、いやだって俺が寿司食ってるのはさ見たい人いるか、いると思う、いや絶対いない、絶対ない、人気のないメニューワースト10を当てなきゃずっと帰れない、例えばですよ、まあ、ちょっとね、夜の公園で寝袋だけで一晩本当に人間は過ごせるのかって、あの検証、家族な、はい、やめろよお前もう落ち着いてきたからいいかなって、まあまあそうなの、本当に公園で過ごせるものなのか、人はね、いやこれは過ごせるでしょ、いや今ちょっとまだ寒いな、寝袋か、ま、寝袋あんのか、寝袋は用意します、 あります、はい、蚊はいないから大丈夫な、まだ蚊はいないから、あ、まだまだ蚊もいないので大丈夫です、ただこの本当に公園で過ごせるのか検証してみたりですとか、公園は水あるからなありますね、そうだ、あ、まあでも携帯があるか、そうです、まあ、携帯もあるんです、スイカでピッてやれへんだよ、コンビニ行ってまあコンビニ行けばいいです、ただコンビニもまあ行っちゃいけないとか、なんで、いやだって門倉さんがお金なかった、目につくか、はい、お金なかったって言ってたんで、所持金が本当に、はい、言ってた門倉さんと同じ条件で本当に公園で過ごせるのかとか、そういう検証をちょっと探偵豊かスクープ、いやそれ1日ぐらいだったら過ごせる、1日ぐらいだったらとおっしゃいました、だいいんです、お腹空いたら野草でも食べていいんです、野草、雑草でしょ、野草、いや雑草じゃないです、野草というんです、まあまあまあ、はい、食べれるものを食べて、はい、という検証でもいいですし、まあ、豊かさんが野球のことを語るのはもう当たり前というか、いやだけど俺はずっとこうやってきてたどり着いたものが今のところなんだよ、だもし回らなかったら、そも回らない、興味がないんだよみんな、だその回らなかったらもう巨人の話でそこでトントンで、ね、回せばいいじゃないですかそっちで回せばまあな、まあ、確かになので、まあ視聴者の方から野球にまつわる、例えばそう盗塁系、どっちが足が速いでもいいですし、全く関係のない豊かさんにこれにチャレンジしてほしい、だそれこそもう一回渋谷のハチ公に立って高校球児を見つけるまで帰るまでをやってくださいとか、あとはオリンピックに出た人を見つけるまで帰るまでとか、オリンピック出てる、失礼な、当て出てますね、そうですね、まあ、それでもいいですし、はい、こういう企画をちょっとやっていこうかなと、なるほど、うん、まあ、回る回らないは別として、はい、いやいや、まあまあ、という緊急告知です、まあまあ、ということなので、これは、まあ、あのご相談ではなく、うん、もうやろうという強制です、強制、強制、嫌という権利はない、そうか、なのでこの概要欄、
ですね、あの皆さんからこういうものを検証していただきたいと豊さんにぜひ言って、例えばいいんです、この町にはヤマンバがいると言われています、豊さんこの山の秘境というか奥地に行ってヤマンバを見つけて来てください。ヤマンバってな、山のババアみたいな感じです。俺は峠の花ちゃんって言ってた、ヤマンバのこと。じゃあだから本当にだからその峠昔いたから峠の花ちゃんいたんですか。あとトイレの花子さんは本当にいるのか検証してほしい。だからね、夜の学校でも怖い系は嫌だろうな。まあ、怖い系好きだろう、はい、動画になってないけど、動画でないですけどね。でもそういうのを豊さんに検証してほしいでもいいですし、ね、はいはい、例えばあの人間は例えばからしをどのぐらいまで食べられれば大丈夫かとか、いやそういうね、うん、内臓系はあんまり良くない。内臓系は良くない。それは良くない。まあそうか、そうか、63だよお前。 そうですね、そんな体張れるほどもう丈夫さないからね。でもやっぱ元スーパーカートリオです。いやいや、それは走る系だもん。内臓系は違う。違う。エンジンは改造されてるかも。現役14年間の中で8度でしたっけ、打率3割超えてたの、うん、ほら、もうこんな並大抵の人じゃできないです、こんなこと。やっぱり当時はね。今もう普通より落ちてる。普通以下になって。いやそんなことない。ということで、まあ、排気量も募集します。皆さんぜひコメント欄にね、豊探偵事務所の豊さんの所長にぜひこの検証に行ってほしい、この検証をやってほしいと、いうことを募集したいと思います。いや募集はいいけども、はい、ね、はい、もう豊がそんなことやるんじゃないよって、うん、いうことも思ってる方はお寄せください。うん、そんな、いやいや、そりゃそうだよ。俺を守ってくれる人がいるから。守ってくれる人がいるか。そう、守ってくれる。あとあの例えばね、スシローさんとかかっぱ寿司さんとか、例えばのサイゼリアさんとか、ぜひうちに来て逆帰れま店、まあ何でもいいですよ、帰れま店をやってくださいと。ああ、そうだ、そうだ、お店系が来てくれるのはありがたいよね。はい、もう食べることに関してもね、本当に今が一番食欲旺盛だっていうふうに言ってたんですよ。そうなんだ、うまいんだよ。元気よりもね、そうそう、そういうおっしゃってたので、例えばね、昔の大学のダイエットしてるよ、これで。これで。まあ、ダイエット企画でもいいですよ。ダイエット企画がいいんじゃない。それか例えばほら、オールスケルトンの箱の中で人間は生活できるかとかね。できないでしょ、ずっとストレスだよ。そら見られてるの嫌だよね。きついですよ、ね、もうそれじゃなくても、うん、まあ今はそうでもないけど、昔は街歩いてても声かけられたりとか、うん、ね、もうスケルトン状態だったからね。そう、プライベートもなかったですもん、ね、そう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 、今なんてなおさらないでしょうから、多分パシャパシャ、ね、今ある、今ありますか。でもほら今まだもう 若者が分からなくなってきて、あ、現役時代そうそうそう、分からないから、じゃあなおスケルトン今の方がいい。無理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 、体見せらんない。見せらんないから。ということで、これはあのもちろん普段のね、こういう YouTube をやりながら、うん、ちょっとあの外に出て豊さんにちょっと検証をしていただきたいなと思っておりますので、皆さん新しい企画始まりましたので、ぜひコメント欄にしてほしい。あのさ、はい、知ってるか、野球有志集まれみたいな、ね、草野球チームを作る、一人も来なかったと。知ってます、期待してます、はい。